一節を、開いてください。6章の一節よろしいでしょうか。6章のロマ人への手紙の、6章の一節。だけ英語の聖書をご覧ください。6章ね、お願いくださいね、ごめんなさいね、6章見てください。はい、6章の一節を、ね、お読みします。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうかというね、ところから始めますね。パウロがどういうことを言っているか、恵みなんだ、恵みというのは私たちが何かをしたから与えられるものではなく、恵みというのは神様がしてくださったことによって私たちが得るものでありますけれども、この6章の一節がそれではというふうに始まっているので、5章までのね何が書いてあったか、もう皆さんローマ人への手紙をずっとやってきたので分かってきたと思うんですが、ローマ人への手紙の一番最初のポイントはですね、全ての人が罪人であるということです。全ての人が罪人である。私は刑務所に行ったことがないし、私は誰かを怒らせたこともないし、誰か人を恨んだこともないし、私には罪がないという人の主張を封じるためにですね、パウロは三章を割いて、全ての人が罪人であるということをね、説いているんですけども、それから次にパウロが言うのは、行いによっては誰も義とされないんだ、行いによっては誰も義とされない、いい行いをすることによっては誰一人義とされないけれども、信仰によるならば義と認められることができる。行いによっては誰一人義を神様に正しいものと認めていただくことはできないけれども、信じるなら信仰によって私たちは、義認される。信じることによってキリストが私たちの罪のために死なれたことね。第一点目はそうですよね。私たちの罪のためにキリストが死んだこと。そしてもう一つの点は、私たちが義とされるためによみがえられたことというね、この二つの点でしたね。この二つ、キリストの死が罪のため、私たちが義と認められるために復活された、この二つのことを私たちが信じる。神様が約束してくださった、約束してくださった方が真実なお方だから、人間の約束とは違うから、神様が約束してくださったので、私たちはそれを信じるんだ。神様の約束はその通りになると私たちが信じた瞬間に、私たちは神様との関係に入ることができる。義とされるというのはそういうことですね。そのように神様との関係に入る前の私たちというのは、神様を知ることができないわけですね。神様、義とされるというのは神様との関係が正しくされるということですから、神様とお話をしたり、神様にお祈りが聞かれてるんだなと神様にお祈りをしたり、神様が語りかけてくる言葉を聞いたりすることができないんですけれども、私たちが義とされた瞬間に、私たちは神様との関係を修復、なんていうんですかね、回復させて神様との関係を持つことができるということですね。わかりました、じゃあ信じればいいんですね。今から私は釣り屋に行って万引きをしてきます、ね、お家に帰って、父と母を困らせてきますって、友達をいじめてきますって、ね、なんでそんな悪いことするの、だって私信じてるんだもん、私の罪のためにみんなイエス様がこんな罪を負って十字架にかかったんでしょって、どんどん罪を犯しましょうよ、ね、どんどん人の悪口を言って、どんどん人を怒らせて、どんどん万引きをして、どんどんお父さんお母さんを困らせて、なんでそんなあなたは悪いクリスチャンなの、だって信仰義人なんですもん、私が今犯している罪全部十字架の上で清算されたってことを信じてますから、ね、
そういう理論が成り立っちゃうわけですね。行いによる、まあ、世の中にいるほとんどの人が行いの原理で生きていると思います。いい行いをしよう、いい行いをしよう、良い人になろう。いいことをすれば天国に行けるけど、悪いことをすれば地獄に行けるよ。これが世の中の人の考え方だと思うんですけども、聖書はそれを言ってないわけです。すべての人が罪人であると。ね。行いによっては誰一人義と認められない。いい行いをしたって、それは、その神様との関係を正しく入ることには何の助けにもならないということです。信仰義人だから。そうすると、今、ね、読んだように、恵みが増し加わるために、うわ恵みがいっぱいだな、あんなに釣りやから今も万引きしてるのに神様の恵みってすごいな、あんなに人の悪口を言ってるのに神様の恵みはすごいな、こんなに家族の人を困らせているのに、私は神様の恵みはすごいなっていうことができちゃうんですね。そういう理論が成り立つわけですね。それに対してパウロは、2節でありますが、6章の2節ですが、絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうというね、6章の2節にある罪に対して死んだということが、ね、とても大事です。罪に対して死んだんだ、ね。今週チャットスクールで、ある質問をしました。それは皆さんはどんな罪を犯しやすいですかという質問でした。どんな罪を犯しやすいですかというね、私たち一人一人個性があります。一人一人違う人間に作られていて個性があるんですけれども、皆さん一人一人ね、この罪を犯すパターンというのが違うんです。罪を犯すパターンというのがある人は、このね、この自分の、そうですね、女性なんか、私がこのどんな罪を犯しやすいですかっていう質問をすると、必ずと言っていいほど女性の方から返ってくる答えが、この低いセルフイメージですね。ローセルフエスティームというんですけど、低いセルフイメージで、自分はダメだダメだダメだと思ってしまうね、自分はダメな女性だと思ってしまうという質問、結構答え返ってきますね。どういう罪を犯しやすいですかって、自分に自信が持てませんとかね、自分はダメな女だと思ってしまうってね、あれ不思議ですね。僕は男なんでわからないんですけど、男はその逆なんですかね。自分は大丈夫だと思ってしまう罪を犯しやすいのかな。男性は逆に、俺はできるんだってね、俺は大丈夫だと男は逆に思うのかもしれませんけれども、女性の方からどういう罪を犯しやすいですかって、ね、返ってくる罪やっぱ多いですね、そういう、ね、で、私はそのある方にそういった答えをいただいたので質問しました。じゃああなたはずっと自分はダメな人間だ、自分はダメな女性だと思って60歳になって、自分はダメな女性だと思いながら80歳になって、ダメな女性だと思いながら100歳になって、神の恵みによって107歳まで生きることができてですね、107歳までずっと自分はダメだダメだと思って、その低いセルフイメージを持ちながら107年間生きた女性がとうとう107年目に息を引き取って、お葬式にするわけですね。仲の良かった友達が花を捧げようと思って教会にお葬式に来るわけですね、そして最後牧師のメッセージが終わって、献花の時間になってですね、みんなが涙を流しながらその女性のところに来て花束を置いていくわけです。107年間自分の低いセルフイメージに苦しんできた107歳のおばあちゃんにみんなが花を捧げていくわけです。で、私はその答えをくれた女性に質問を仕返しました。その女性は107歳で死んでしまって今棺桶の中にいますけれども、棺桶の中でもやっぱり自分を哀れな女だと思ってますかって聞いたんです。棺桶の中で今でも自分はダメな女だと思って自分を責めていますかって聞いたんです。その答えは、そんなことはないです、なんでしないんですか、だってもう死んでしまったんですもの正しい答えです。それをパウロは言ってるんですね。私たちは罪に対して死んだんだ、死んでしまうともう何もできないんだ、死んでしまうと罪を犯すことができないんだってですね。ある人はこの人の噂話をして他の人のもう噂話をもういっぱいする罪を犯すかもしれません。
あの人はこういうところがあって、あの人はもっとこういうふうにした方がいいのよね、他の人の人生なんだからあなたには関係ないじゃないですか。ところが他の人のこの話をして、あの人もっとこうしたらいいのよね、あの人もっとこうしたらいい、あの人こんなこと言っててだからダメなのよねとか言って、陰口を言ってこのゴシップをする罪があったとしましょう、ね。で、その人がいないところでいろんなことを言って、いろんなことをお前がやらせて、いろんな悪口を言って、私はこのゴシップの罪をやめることができません。どうしてもそれが楽しいんです。やめることができません。で、その方が100歳になって、もうやっぱりゴシップをしてて、おばあちゃんにもなってもですね、この、老人ホームに行ってそのゴシップの罪を犯して、そして神の恵みによって117歳まで生きてですね、117歳になったおばあちゃんが、もうゴシップをするおばあちゃんが117歳になって、とうとう息を引き取ってお葬式になって、教会に人々、そのおばあちゃんの友達が集まってきて、牧師のメッセージが終わって献花の時間になって、そしてですね、みんなが花束を持って、花束を持ってそのおばあちゃんの お棺の中に、お棺の横にこう花を置いていくわけじゃないですか。その117歳になったおばあちゃんが棺桶の中でまだそのゴシップする罪を犯せるでしょうかね。死んでいるのに、あの人はあれ、あの人はあれって死んだおばあちゃんが話しますかね。話せないです。もう死んでしまうと罪は犯せないわけですね。死んでしまうともう罪は犯せない。親を敬うことができなくて、もう家ではめちゃくちゃにしている人がいても、いろんな、まあ、どんな罪でもいいですけども、嘘をついてね、そうですね、嘘をつくという罪も出てきました。それからこの方で言ってましたけれども、嘘をついてしまうんだという罪がありますけれども、どうしても嘘をつきやすいんだという罪があって、その嘘をつきやすいある人が、80歳になっても嘘をついていて、90歳になっても嘘をついていて、100歳になっても嘘をついていて、神の恵みと憐れみによって127歳まで生きて、とうとう天に召されて127歳になったある日、その人がお亡くなりになられてですね、教会でお葬式をして、牧師の説教が終わって、みんなが花束を持って献花をして、その人がお棺の中でまだ嘘をつけるでしょうかね。つけないですね。死んでしまったらもう罪を犯せないんですよ。で、パウロはそのようにして、死んでしまったんだ、私たちは、私たちのこの古き罪の性質を持った人はもう死んでしまったんだ。なので6章の4節にあるように、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。もう3週間にわたって宣伝の話をしていますけれども、私たちのこの古き罪を犯す者は死んでしまったんだ、ね。それはキリストとが道地の栄光によって死者の中で蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです、ね。で、6節まで飛びますが、6節、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。さあ、7節をもう一度皆さん大きい声で読みましょうね。7節どうぞ。死んでしまった者は罪から解放されているのです、ね。これです。いいですか。死んでしまった者は罪から解放されているのです、ね。で、もう一つの解放があります。それが7章ですね。7章に入りましょう。7章に入りますね。7章、7章を読みましょうね。7章、さあ7章の2節、もっといい解放がありますよね。そうですね、7章の2節を読みましょう。7章2節どうぞ。夫のある女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ねば夫に関する律法から解放されます。さあ、7章の6節読みましょう。7の6読みましょう。どうぞ。しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。ね、分かったでしょうか。
2つのものに対して私たちは死んでいます。1つは罪に対して私たちは死んでいます。もう1つは私たちは律法に対して死んでいます。いいですか。今先ほど私が3回もお葬式のお話をしたのはそのせいなんですね。もう私たちの古き人が死んでしまったから、罪に対して死んだので、死んでしまうと解放されるわけです。死んでしまうともう罪の力が及ばなくなるんだ。同じように律法に対しても私たちは死んでしまったので、律法からも解放されてるんですよ。ここで皆さんはもうイエーイっていうね、チャイスクリーよく言ってますけど、イエーイですよ。 We are freed from sin and we are also freed from the law。 律法から、律法はローでいいんですか。ローじゃなくて何だっけ、ローですね。そうそう、うん。じゃあ皆さんどうしてなんでしょうかね。皆さんがクリスチャン生涯を送っているとこういうことが起こるわけですね。私はおかしいなって、罪に対して死んでいて罪から解放されているはずなのに、まだ私は罪に悩んでるじゃないかって、ね、私が犯しやすい罪があって、確かに西岡先生は私が117歳になって死んだらその罪から解放されるよって言うんだけど、もうその古き人はもう死んじゃったと信じるっていう、信じて信じて信じようとするんだけれど、いや私は未だにこの罪に悩んでるんですね。罪に対して解放されたで、未だに律法を守ろうとしている自分がいるわけですよ。私はもうちょっとこういう風にならなきゃいけないっていうね、朝のチャイスクールのディボーションの時間になると必ず出てくる分かち合いのコメントは、悪しき者はという言葉が出てくると、私は最近、悪しき者なんで、もう悪いことはやめようと思いました、ね。最近、悪者の計りごとにっていう言葉が出てくると、私はしょっちゅう悪いことを企んでるんで、もうやめなきゃいけないと思いましたとかですね、心当たりがあってください、ごめんなさいね。悪口を言わないようにしたけど、なんかこうみんなもうちょっと私はこういうことをやるからもうそれをやめようと思いましたって言って、まだそういう分かち合いが出てくるわけですよ。それは皆さんがまだ自分は罪から解放されたと聖書には書いてあるのに、まだ罪を犯しちゃうじゃないか、ね、律法から解放されたはずなのにまだ律法を行おうとしてるじゃないかっていう。聖書が教えているのは、もう皆さんはそのようなものに対して死んだんですよって。もうパワーを持ってないんだ、罪というのは。学校の話が多くてすいません。いつもいるもんですから。言いましたね。今日は父兄の方もいらっしゃるんで、チャースクールで取った統計を皆さんに分かち合いたいんですけど。自分は、罪を犯したくないと思ってるけれど、やっぱり罪を犯してしまうんだという人、手を挙げてというと、クラス中の全員が手を挙げます。私は罪を犯したくないと思ってるんだけど、罪を犯してしまう人、手を挙げてと言ったら、もう全員が手を挙げました。次に、私はイエス様を愛して愛して、イエス様のこと大好きなんだけど、イエス様のことは愛しているのに、私は罪を犯して、それでも私は罪を犯してしまうという人、手を挙げてって言ったら、クラスの全員が手を挙げます。全員が手を挙げます。だから知ってるんですね。聖書には罪から解放されたよ、律法から解放されたよと生きているのに、みんなまだこの解放されたはずの罪と律法の合間を行き来してるんですよ。おかしいな、おかしいな。聖書はもうあなたは死んだんだよ。古い人は死んでいて、罪に対しても責任はないし、律法に対しても責任はないというのに、なんとかしてですね、なんか罪を犯さないように、律法を守らなきゃ、罪をもう犯さないで、律法を守らなきゃ、罪を犯さないようにして、なんとかしてこの聖書に書かれている正しい人にならなきゃ、律法をやらなきゃと言って、みんなやっぱそこへ行ったり来たりしてるわけです。でもそれは素晴らしいことなんですね。それは僕は嬉しかったから、みんなちゃんとイエス様のこと愛してるんだなってことも分かったところは嬉しかったですけどもね。で、それに対してじゃあどうすれば本当に罪から解放されるの、どうすればこの律法的な生き方
自分は正しいものにならなきゃいけない、正しいことを規則を守らなきゃいけないというそのことに対して一生懸命頑張ろうとしている生き方はしなくていいよって言ってるんです、聖書。そうでしょ、立法に対しては死んだと思えって書いてあるんですよ、これ、ね、もう一回7章の6節見てください、みんな。僕はかっこいい嘘を言ってるんじゃないんですよ、7章の6節、ね、今私たちは自分を捉えていた立法に対して死んだって書いてあるんですよ。 Dead to the law、 死んだ、それから解放されてるんだよって。で、パウロも同じように皆さんと全く同じ悩みを持ってたんです。皆さんと全く同じ悩みを持ってたんですよ、ね、さあ15節皆さん読んでみましょう。15節15、7章の15を、ね、大きい声で読みましょう。7章の15節どうぞ。私には、皆さん読んでますか。7の15読みましょうね、どうぞ。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです、ね、自分はいいことをしたいと思っているのに罪を犯したということです。パウロもそうだったんですよ、あのパウロ大先生。16節読みましょう。もし自分のしたくないことをしているとすれば、立法は良いものであることを認めているわけです。そうですね、チャースクールの生徒皆さん認めてたわけです、ね、自分のしたくない立法は良いもの。17節に読みましょう。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです、って言うんです。罪なんだ、罪なんだ。パウロも知ってたわけです。皆さんには罪があるんです。19節も読みましょう。18も19もいいから読みましょうか。もうずっと同じことを言ってるんですけど、18、19、20じゃあ私読みますね。18節、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがない、ね、言いましたね、みんなに。新しい、古い人が死んでしまって新しい人になったらどんなことは起こりますかって言ったら、トイレが汚いから先生進んで今日はトイレ掃除しておきましたっていうことができると思いますって言ってましたけどね、まあ善をしたい、ね、できれば先生に言われないでトイレ掃除をしたいという願いがあったんですかね。善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがない、やったことはない。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。さあ21節皆さんで読みましょう。21節読みましょう。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです、と書いてある。原理というのは英語ではプリンシプルですかね。違う、やっぱりローかな。ガリ先生、ローマの8章の21節をちょっと英語で読んでいただけますか。8章の21節、はい、8章の21、あ、ごめん、7の21、すいません、7の21ですね。21です、はい、21ね。21ちょっと読んでいただいていいですか。Law. So I find this law at work. I find this law なんですね。Yes. 今度は立法の law ではなくて、同じスペルですかね。はい、立法の law ではなくて、原理の law、principle ですね。principle というか、万有引力、the law of gravity の方ですね。万有引力の法則というこの原理が働いているんだってですね。自分はいいことをしたいと思っているのに、悪をしする原理が私たちのうちに働いているんだって言うんですよ。原理なんだこれは。世界中どこに行っても重力が働いているように、世界中どこに行っても私たちが地球にへばりついていられるように、この重力というもの、引力というものが働いているわけですね。それと同じように、世界中どこに行っても人々はみん
ないいことをしたいと思ってるのに悪いことをしちゃうって言うんですか、日本人もアメリカ人もカナダ人もアフリカ人も中国人も、何人でもいいですけど何人、世界中どこに行ってもいいと思う、いいことをしたいと思ってるのにそのいいことができませんという原理が働いているんですよとパウロは言うんですね。いいですか。そのパウロの心境がね、24節に書いてあります。24節、これ皆さん感情込めて読んでください。7章の24を感情込めて、ね、心を込めて7の24を読んでくださいよ。どうぞ。私は本当に惨めな人間です。これです。私は本当に惨めな人間です。いいことをしたいと思ってるけどできない。自分が犯してしまう罪をやめたいと思うけどやめられない。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。これがパウロの心境ですね。パウロは惨めだったわけですね。自分は同じことを何回も繰り返してるじゃないか。自分は犯したくないと思っている罪を何回も何回も何回も犯してしまうじゃないか。自分がやりたいと思っている良いことができ、もう今度こそ朝早く起きてデボーションをして神様と一日を過ごして、これから私は絶対に祈りを欠かさない毎日を送るぞと思っていたのに、それが一週間すると途絶えてしまう。私はなんて惨めな人間なんだろうか、ね、人間ですね。で、私たちはその答えを求めてるわけですね。じゃあ私は一生、まあ、ある人はいいですよね、まあ、クリスチャンになったって罪は犯すんだよ、しょうがないね、クリスチャンになったっていいことばっかりできるわけじゃないんだよ、しょうがないねっていうね、しょうがないね、しょうがないねっていうふうに生きることができるでしょうね。ところがですね、パウロはこの状況の中で感謝をするわけです。感謝するんです。自分は惨めだって、俺は本当にダメな人間だって。ところがその次の瞬間、パウロは感謝してるんですよ。ああ嬉しい。ああありがたい。なんて素晴らしいことなんだと言ってパウロは感謝してるんですね。自分は惨めだと言いながら次の瞬間彼は感謝する。どうしてでしょうか。それが25節ですね。さあ7章の25も皆さん読みましょう。どうぞ。私たちの主イエスキリストのゆえにただ神に感謝します。ただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。さあ8章に入ります。8章に説、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです、というんですね。命の御霊の原理というもう一つの原理が働いていて、私たちのこの罪と死の原理から私たちを解放したんだと。解放したんだ。皆さんがちょうどですね、アメリカに行きたいと思って、僕はどうしてもアメリカに行きたいってね、私は18歳の時にその夢を持ちました。アメリカに行きたいという夢を18歳の時に持ちましたけども、僕はどうしてもアメリカに行ってみたいんだと思いました。自分の描いていたこのアメリカンドリームみたいなのがあって、僕はアメリカに行きたいと。でアメリカに皆さんが行きたい行きたい行きたいと思って、でも僕には飛行機のチケットを買うお金がない、ね、まだ高校生だしアメリカに行こうにもお金がないし、よしじゃあアメリカに行くことはできないから泳
泳いでいこう、ね、泳いでいこう。で、千葉県に水着を持って皆さんがですね、千葉県まで自転車でなんとかたどり着いて、千葉の浜辺の海岸からですね皆さんが水着に着替えて、夏が狙い目だと。冬は寒くて泳いじゃいられないから、夏がいいだろうということで皆さんが海パンを履いてですね、泳ぎ始めるわけですよ、千葉の海岸から。まあ気楽に行こうや、ね、アメリカまでずいぶん遠い道のりだから、まあ気楽に行こうやって言って、皆さんがバシャンバシャンバシャンとクロールで、クロールが疲れたら平泳ぎで、まあ気楽に行こうや、アメリカまでまあ3ヶ月ぐらい泳げばいいかなそうやって皆さんが千葉の海を泳ぎ始めて、でちょっと行ったと思ったらザバーンと波が押し寄せてきて、波に押し返されてですね、これはまずいと思ったんですね。これは溺れると、体が疲れてきて、そのうち僕は溺れちゃって、このままではアメリカにたどり着けない、ね、やめだ、泳ぎはやめだって言って、その日は諦めて千葉の海岸にまた引き返すわけですね、泳ぎながら。で、次にダメだ、水の中で泳ぐというのは非常に体力を消耗するから、ジャンプだと、ジャンプで行くしかない、水の中が疲れるから、足の力を鍛えてジャンプしてアメリカに行こうと言って、で今度はですね、皆さんがこの高跳びを練習してですね、そしてよし、これだけ高跳びが上手くなればアメリカまで行くに違いないと言って、相当な練習を積んだ後で、まあ長さにして15メートルぐらいある竹を持ってですね、でわーっと行って海岸まで走って行って、バッとついてピューンと言ってですね、この竹がもう思い切りしなって、よっしゃ飛ぶぞーと言って、竹がキューンと伸びて、皆さんがピューンと飛んだんです。確かに千葉の海岸から、アメリカじゃ、よっしゃアメリカ飛ぶぞーと言って、みんながこう飛んでいったらですね、どうなりますか次は、うん、次の瞬間はよっしゃアメリカだー、次の瞬間どうなりますか。最初はいいと思いますよ、最初はかなり勢いついて飛んでると思うんですけど、次の瞬間何が起こるんですか。だからおかしいぞ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 とか言ってですね、ドボーン落ちるんですね。これはなぜですか。これは皆さんのうちに万有引力の法則、地球がみんなを引っ張っちゃうわけですね、引力、引力の力。だからせっかく飛んだのに落ちるわけです。でもいいですか、皆さんは最初この竹に乗って、竹がしなって竹が伸びるまでのこのジャンプしてる期間は、なんとこの引力の力に逆らって上に上がったわけですよ。本当は下に行かなきゃいけないのに、上にその力が働いているから飛んでたわけです。飛んでたんです、その瞬間。で最終的にそれを見て哀れに思った、この釣りをしてたおじさんがですね、お前何やってるんだってね、バカじゃねえなって、人がアメリカまで飛んでいけるわけはねえだろ、どうしたんだ坊や、ね、おじさん俺はアメリカに行きたくてしょうがないんだ、ね、でその時実は釣りをしてたのは、軽井沢に別荘を建てると言われるビル・ゲイツだったんですね、そのおじさんがそして君には夢があるんだな、おじさんが飛行機チケットを買ってあげよう1枚って言ってね、そのビル・ゲイツが1枚飛行機チケットを買ってくれて、とうとうこの青年は成田空港にたどり着いて、今度は飛行機に乗る、最初は泳いで、次はジャンプで無理で、最後は飛行機に乗って、飛行機のチケットを持っていたものですから飛行機に乗ったわけですね。そうすると千葉県を飛行機が離陸してですね、もう見事に飛行機が飛んでいって、彼はその飛行機から下に海を、遠く海を見下ろすわけじゃないですか。俺は飛んでるぜ、重力が働いてるにもかかわらず私は飛んでいるぜという世界があって、とうとう彼はアメリカにたどり着くわけです。
その時にこの航空力学の法則です。この空気抵抗が飛行機を持ち上げて、飛行機がこのジャンボジェットエンジンでこの何力って言うんですか、揚力です、ちょっと私の力の名前忘れましたが、うん、その力で飛行機が持ち上げられてるものですから、飛行機も引力の力を受けて地球に落とそう落とそうと言って、飛行機もその力を受けてその原理のもとにいるんですけれども、その飛行機を持ち上げようとする力の方がその力をに勝ってしまったんです。飛行機が飛んでるんです。でパウロが言ってるのはそういうことなんです。8章の2節、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したんだ。世界中どこにでも働いているこの罪の死の原理というのが私たちを支配しているんだけれども、命の御霊の原理というこの飛行機に乗るような罪に打ち勝つパワー、罪の力に私たちが負けないパワーを与えるこの命の御霊の原理というものが、いまだにこの罪と死の力の支配下にある私たちを解放できるんだ、私たちを持ち上げることができるんだ、私たちを空飛ばせることができるんだというんです。空を飛ばせることができるんだと。皆さんがもしこの飛行機に乗ることを覚えれば、皆さんはもう落ちないんですよ。どうやってこの罪と死の力よりも強い力を自分の中に取り込んでいくか、どうやってこの罪と死の原理を解放するこの命の御霊の原理のパワーを自分のものにしていくかということが、皆さんのクリスチャン生涯にかかっています。それがあるんだよ。そのパワーがあるからパウロは感謝したんです。やった、僕は本当に惨めな人間で罪を犯すし弱いけれども、その罪と死の原理よりもはるかに強いパワーが与えられたんだ。それは命と御霊の原理なんだ。三節には書いてあります。三節には肉によって無力になったと書いてあります。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいましたですね。私たちは無力になった、無力になった。要するにそれは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのですね。五節、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないんです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。9節です。これを読んで今日は一番大事なところです。9節、9節いいですか。9節をみんなで読みましょうね。どうぞ。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのですというんです。ここです。どうやってこの命と御霊の原理をパワーを得るんですか。それは御霊の中にいることなんですよ。御霊の中にいる。これができれば皆さんはもう罪と死の力から解放されます。本当です。御霊の中にあるんですね。イエス様はおっしゃいました。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまりというんです。人が私にとどまり、ね、日本語ではとどまりっていう風になっちゃうんですけども、英語では Abide If 今日私がわざわざ英語の聖書を持ってきたのは、その言葉を皆さんにちゃんと読むです。
I am the vine. You are the branches.、ね、He who abides in me.、ね、He who abides in me. And I in him. すごいです。Bears much fruit. For without me, you can do nothing.これ日本語で読むと、私はブドウの木であり、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私があなた方のうちにとどまるならば、あなた方は多くの実を結ぶことになるでしょう。私を離れては、あなた方は何もすることができないからですってですね。これやっぱり開いた方がいいですね、聖書ね。明日の暗証聖句ですからね、生徒の皆さんは。頑張ってください。まあ、開かなくてもいいでしょ。開かなくていいでしょ。もう明日のテストがあるから。で、私はこのバイブルスタディをしたんですけれども、私が20歳の時です。私が20歳の時にそのバイブルスタディをして、その20歳の時のバイブルスタディっていうのは、英語だから、すごい難しかったんですよ。英語のバイブルスタディだと。で、どういう問題が起きるかというと、このランゲージバリアがあってですね、時々本当にわからない単語が出てくる。私は今でもこの英語のバイブルスタディの内容をはっきりと覚えているんですけれども、私を教えていたこのバイブルの先生がですね、アバイドっていう言葉を説明できないんです。アバイド、 If you abide、 日本語だと人が私にとどまり、人がもしイエス様にとどまるならばというね、英語ではアバイドなんですけど、アバイドっていう言葉が聞くを説明できない、難しすぎる。アバイドって言葉は使わないですもん、聖書の中でですか。で、アバイド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 って言って考えてですね、その牧師さんが僕に聖書を教えてくれたんですけど、ああ、アバイド、いい例があったよって。アバイドという言葉を一生懸命説明しようとして、その先生が最後に言ったのは、The fish abides、何 ?in water かな、いいのある。in water ですね。The fish abides in water って。魚は水の中にとどまっているんだよって、ね、日本語ではとどまっているになっちゃってるわけですよ。で、今さっき言いましたね、皆さんが御霊の中にいるって言ってるじゃないですか。ちょうど魚が水の中にいるように、私たちが御霊の中にいることができて、魚っていうのは水を出ちゃったらですね、ピチョンって、魚っていうのは水を出ちゃうとどうなりますか。しばらくはこんなになって、水に戻してくれってしばらくはこんなになってると思いますけど、水がないまま1時間置いたらどうなりますか、その魚は。どうなりますか。死にますね。で、イエス様が 私はブドウの木で、あなた方は枝なんですよと言って、私にとどまるならあなた方は多くの実を結ぶことができるんだけれども、私を離れてはあなた方は何もすることができない、 You can do nothing っていう、何にもできないんだよって言ってるのに、私たちクリスチャンは神様を離れていても何かできると思ってるんですね。そこなんです。神様を離れても私方にはできることがあると思ってるんです。その瞬間、皆さんはお魚さんなのに水の外に出ちゃってるわけですよ。チャスクルでした質問、同じ質問になっちゃいますけれども、明日テストがあります。明日テストです。2桁の足し算のクイズをやります。2桁の足し算しか出てきません。12足す15とか、27足す31とか、2桁の足し算が20問出ますということを言いました、先生たち。さあ、このテストが始まる前に本気で祈る人手を挙げてって言ったら誰も手を挙げませんでした。2桁の足し算ですよ。じゃあ、その2桁の足し算20問を祈らないでも自分はできると思う人手を挙げてって言ったら全員手を挙げました。できる、2桁の足し算なんてできるよ、やったもん。
で皆さんはきっとそんなの西岡先生大きな問題じゃないじゃんって、ね、大きな問題じゃないじゃんだって2桁の計算はできるんだもんこれは算数の例でしたけれどもそのうちクリスチャンがですね知らないうちに自分はキリストにとどまらなくても生きていけるという錯覚を起こすんですねイエス様が私を離れてはあなた方は何もできないって言ってるのにいや俺は何かできるっていうイエス様は私を離れたらもうあなたたち何もできなくなっちゃってるんだよって言ってるのにクリスチャンがいや俺はできるよって神様なしでもできる時はあるんだよそりゃものすごく困った状況になってそりゃものすごく苦しい状況になって神様の助けが必要になりゃお祈りするけれども2桁の足し算とか朝電車に乗るとか朝起きて歯磨きするとか家で生活するとか教会に行ってない時間とかそんな神様なくたって生きていけるじゃないと言ってみんな神様から離れて生きてるんですよだから罪からも解放されないし立法からも解放されないし、はあ、俺いつまでたっても罪を犯すんだよな俺いつまでたっても立法を守りたいと思ってるけど守れないんだよなっていうところを行ったり来たり行ったり来たりするわけですよイエス様は言ってるんですよ You can do nothing Of course you can't Of course you will keep sinning Of course you will keepLonging for good deeds, but you never do it. That's what exactly Jesus said. それがイエス様の本当に Apart from me, you can do nothing. なんだよ。それは罪を犯し続けるでしょうし、それは律法を守ろう、いいことしようったってできないはずですよ。だってキリストにとどまってないんですから。御霊の中にまだ入ってないから。それはできません、何にも。それをイエス様が教えているのに私たちは知らないうちに神様のところから離れてでもなんかいやいやでも俺神様のことを愛してるしって言って神様のことは言うことは守ろうとしてるしと言って生きてるねアバイって皆さんが今度テストを明日テストがあります算数のテストがありますって明日算数のテストがありますってね今度は、3桁の平方根がついた掛け算と割り算の問題を30問出しますってね平方根がピッとついてて中に3桁の数が入ってるんですよ3桁の平方根、ね、それが掛け何々にルート329掛けルート698割るルート987これが解けないともうあさってから学校来ちゃいけません、ね、これは解けないうちの入学学校には入学試験がなかったんですけど入学試験ができましたってね明日のこのルートの平方根の、テストこれパスしたらあさってからも学校来ていいですかって言ったら学校本当にまあやったって言って学校を辞めちゃう人もいるかもしれませんけれども皆さん祈るでしょうね神様どうか助けてくれ神様なんとか私に力をくれどうかこの難しいテストを私が解くようにできることをしてくれそうか神様から離れたら私は何もできないけれども私たちがこの神様の力の中にすっぽり入るイエス様がブドウの木で私たちが枝だからもう神様にくっついちゃうって、ね、テストの日が来ました朝目覚めましたうわおはようございます神様今日はあのテストの日でしたどうか私を助けてください神様どうかう私と共に行っていてくださいねと言って皆さんが、うん、電車まで行くか車に乗るか分かりませんが学校に来るまでずっと皆さんがですねこう神様どうか助けてほしいって神様どうか今日のこの平方根のテストを乗り越えさせてくれ私にはできないんだ私は無力なんだどうか助けてくれと言って皆さんが学校に着くまで車の中電車の中で祈り続けるわけですね主よ助けてくださいその時皆さんは御霊の中にいるんですよいやこれについて先生の顔見ておはようございます、ね、さあその時間は3時間目だなって
キャーッて言って動画今日3時間目までってずっとお祈りして神様離れませんよ、私はあなたは離れませんよって。で算数のテストが3時間目で11時40分か、いよいよ30問ルート698かけルート987割るルート320、うわーとうとう来ちゃったって言って、皆さんがそれでも神様を離れないわけですね。主が、あなたの栄光を表してください、あなたの栄光を表してくださいって言って、その30問の問題をみんなが解いてですね、その終わる最後の瞬間まで皆さんの思いの中から神様が離れない、一緒にイエス様がいてくれるんだという信仰を離れない、必ず神様が自分を助けてくれるんだというその、うん、祈り心から離れないで、皆さんが11時20分の鐘が鳴るまで神様の元を離れないわけです。テストが返ってきました。ごめん、よく頑張ったんだけど0点だよテストは0点だよ。そうすると世の中の評価は、ああこの子はルートの計算ができないって、ね、この子は2桁の足し算の問題は解けたんだけれども、残念ながら 3桁のルートの計算はできないんだ。それが世の中の評価です。世の中の評価は、あこの子は算数ができるな、2桁の足し算は本当にできる、おめでとうございます、2桁の足し算プラス3桁のルートの計算は F for fail、 頑張っていきましょう。それだけで世の中は動くんですよ。この人はこういう仕事ができるけど、あなたはこの仕事がダメだよ、あなたはこの仕事ができないから私の会社にはいりませんってね。あなたはこんな能力があるんですね、じゃあこんな能力があるから私の仕事をしてもらいましょうとかね。ところが神の世界では違うんですよ。皆さんがこのルートの3桁の計算のために朝起きた時から11時20分の鐘が鳴るまで御霊の中にとどまり続けた、神様の臨在を離れなかった、神様の中に生き続けたということを神様は見て喜んでおられるんですよ。身を結んだ、すごいことが今日起こった。テストの点は0点だけれども、この子はすごいことを今日11時20分まで成し遂げたぞ。イエス様の中にアバイドし続けた、キリストの中に生き続けた、命の御霊の原理が働く世界に一歩入ったという、それを見て神様はもう大喜びですよ、大喜びですよ。この子はついにこの命の御霊の原理に一歩入ってきたな、ね、いいですか。そんなもん解けるわけねえだろ、誰がやるかと言って神様のそばを離れていくことも御霊は出ていくことだし、2桁の算数足し算なんて私できるよと言って祈らないのもやっぱりアバイドしてないんです。だからできるできない、私できる私できない、私できる私できないと言って皆さんが生きていくことが肉の世界なんですよ。それをパウロは言ってるんです。肉の中って書いてあるでしょ、9節の肉の中にいるっていうのはそういうことなんです。肉の中にいるっていうのは神様の中にいないっていうことです。全部が自分の計算、全部が自分の考え方、全部が自分の経験、全部が自分の能力、全部が自分の、だからいつまでたっても罪を犯し続けるし、だからいつまでたってもこの自分を持ち上げてアメリカに届けてくれる命の御霊の原理を体験できないんですよ。そこからパウロはそれがもったいないよ、解放されてるんだよと。もし皆さんがこのキリストにとどまるアバイドするという、
それを知って生きてみてごらん。来てみてください。それは何か正しいことをしようと頑張る生き方ではないですし、もう自分が犯したくない罪を犯さない、それは自分が無力であるということを知る生き方なんです。 I can do nothing、 私には何にもできるんだ、何にもできないんだということを知ることなんです。そうですね、皆さんがどうして2桁の足し算の時は祈らなかったのに3桁の平方根では祈ったんですか。自分にはできないということを知ってるからなんです。できないから祈ったんです。同じように皆さんが、あ、私は罪を犯しやすいものだ、特にこの誘惑には弱い、特にこの罪のパターンが私にはある、そうか、私は無力なんだ、私にはそんなことを乗り越える力はないんだ、私にはこの罪に勝つ力はないんだ、ないんですよ本当に。無力だ神様、私は何もできません、あなたの中にとどまりますなんです。皆さんがキリストの地にとどまって生きてみてください。必ず人生が変わります。お祈りいたしましょう。どうぞお祈りください。天父様、ありがとうございます。あなたがこのようにして罪と死の原理が命の御霊の原理に打ち勝てないことを覚えて感謝します。あなた方が私にとどまり、私もあなた方のうちにとどまる、あなた方は多くの実を結ぶことができます。どうか天父様、今週1週間私たちが自分が無力である、自分が本当にできないんだ、今罪に打ち勝つことも立法を守ることも自分にはできない、自分にその力はない、そのことを知ってキリストのうちに入る、神様の中にすっぽりと入ってしまうこと、御霊の中に入れられてしまうこと、神様にとどまり続けること、その世界を教えてくださいますようにお祈りをいたします。感謝してイエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。